岩月市は、かつて、埼玉県の東部に存在した市である。東京都特別区部への通勤率は15.9%、埼玉市への通勤率は13.5%。旧南埼玉郡。2005年4月1日に、埼玉市に編入され、旧市域はそのまま、埼玉市岩月区に移行した。現在の当地については、同記事を参照。市の中心部は、江戸時代。 岩月藩五万五千石の城下町でありかつ日光成街道の宿場町でもあった。地理については岩月区の記事を参照のこと。岩月市の成立から廃止までの時期以外については岩月区の記事を参照のこと。岩月市役所玄関の名番書きは岩月市廃止時点のものである。学校学校のリストについては岩月区の記事を参照のこと。なお、 岩月市廃止以降旧市域での学校の新設、東廃合、名称変更はない。コミュニティバスとして、1989年から岩月市公共施設循環バスを運行していた。福祉目的の無料バスであった。岩月市の埼玉市への編入合併により、2005年3月末日をもって廃止された。その他、旧岩月市域の交通については、 岩月区の記事を参照のこと。名所、旧跡、観光スポット、祭事、祭事については岩月区の記事を参照のこと。ありがとうございます。